はい、どうもティティです。引っ越ししてから初の撮影ですね。うまくいってるか不安でございます。大怪獣クエスト島デラックス続きやっていこうと思います。なんか前とこう違うよみたいなのあったら言ってね。5日連続ではないのよいや連続って言ってくれるのはありがたいけど5日連続ではないいやセーブさせるの早いっていつも思ってるけど今日のお知らせ、さあ今日は引っ越ししてないつなんでしょう。9月22日夜でございます。羊さんの金言、仲間が個々に持つ特殊技能は最初の仲間になった時の職業によって変わるよ。最初に仲間の時の職業で特殊技能がある。なるほど。モンスター牧場の検知が完了しました。南国島風車小屋の検知が完了しました。あ、これね。で、卵俺入れれなかったっけ。モンスターを世話する。いらっしゃい、卵って預かるよ。あるよね俺。あれあるよね。あ、待って、星5なんだけど。急に星5。来た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 。いいぞいいぞ、これは期待できる。卵を設置しました。次に育成をしましょう。もう一度卵を選択してアイテムや装備など。いや、これはちょっと行っちゃっていいんじゃないか。新種かも。極上ピッツァとか、ほら、お肉、ステーキ、こんがり肉、幻の人参行っちゃうか。あ、下がったな。これ戻して、戻すとかできない。あと7個必要なんだ、入れなきゃいけないんだ。行っちまうか、極上肉で、ピッツァもステーキも期待しちゃっていいでしょ。これで OK？ あと0個必要。卵に投入。え、これは、あ、そっか、こっち側も入れるのか。あー、なるほど。究極知識帳とか入れちゃってもよかったかもな。ちょ、待って、一旦、ちょ、待って、一旦戻れない。あ、戻れる。人参まで戻して、で、行っちまうか。どれぐらい伸びるか見ててね。はい、ごわーん、それなりか。幻の織物。あー、そうでもない。飛躍。あー、悪くないか。いや、これさ、入れてるけど、本当にいいのかどうか問題。あれ、ちょっと待って。本当にいいのか問題がよく分かってないんだよな。バトルだが、包丁は？あ、弱い、包丁弱い。いや、もうあとはもうこの辺でいっか。うん、ステーキも入れて。あとはスピードの薬ってなんだ、入れてみるか。あ、これダメだ、これダメ。究極知識書いっちゃうか。これいっか、いけ。これは強いのできんじゃねえか、よくわからんけど。卵促進庫を使う、持ってる？もう残ゼロ、持ってないんかい。早速卵が孵化に入りました。どんなモンスターが生まれるか楽しみですね。2時間かかるのか。まあ、これはちょっとまた次回かもな。また卵が手に入ったら来てくださいね。いいぞいいぞ。そしてスゴロクよ。もう1日1回はスゴロクやってかんと。6、え、こんなにあんの？めっちゃ触れる。ただな、仲間にするのにも使うから、多少ちょっと今回は残していきたいな。やばい、マイナスだ。これがマイナス。ロックスのサイコロ2個。ポイント12。このポイントで何できるかも分かってないからな。ロック進むか。あ、誰か、誰だ？お前強いのか？どうぞ。銃持ってる。牛込すけすけ。牛込すけすけ行こう。よろしく。はあ、3か。まあ、それなりだね、だけど。海賊船バトルで対応 OK。マックスさんに。OK。狙撃手。いけ。海賊すごろくもレベル上がれば上がる。いや、ちょっと待って、これ マイナスだ。大丈夫か。誰だ、牛込優太。うーん、弱いね。重い弓で高烈まで貫通する弓使い。やばい、ポイントがどんどん減ってしまう。ゴールボーナス、メダル3枚。いっちゃう。3、あ、なんだこれ、これ何、ランプみたいな。
これは？たま、いや、今かい。今もらえるんかい。卵促進行。途中から使えるかな？お肉いらんって、お肉いらんよ。武器欲しい、武器。これ何マ、今レベル3だけど何マスまであるんだろうな。船。船。あー、知識書か。もう消えちゃう？もう消えちゃうか。メダルが足りません。え？え？あ、こっちの、俺これ見てた。こっちのメダルか。まあ、いっか。じゃあ今日何していくかだけど、まあ、王の間のね、おお、見事に私が熱心に考えたご褒美条件。あ、達成してた。あ、いいじゃんいいじゃん。5日連続で。連続じゃねえけど。何もらえる？拠点工事計画2。おお、ついに手に入れたか。今回のご褒美として、我が拠点の拡大工事の手配をしておいたぞ。他の島へ冒険に行ってる間に、一回りも二回りも大きくなって迎え沈ぜよ。ほっほっほ。お楽しみんな。いいじゃん。あ、で、コイン10枚。これは取っとくか。火星で一番の英雄とも言える活躍ぶりじゃの。そう？まあでもこの島自体はでかくないから。あ、ちなみにこの島が火星っていう名前ですね。また寝ずにご褒美を考えなくちゃ。あ、もう終わったんだ。そうだね、ここら辺もやっていきたいね。新しい島。さあ、新しい島行くか。じゃあ、じゃあ地図で世界地図。あ、ちょっと待って、広げてこう、広げてこう、待って、広げてこう。これも勝手に広がってんのか。勝手に広げてくれてんのかな。パワーアップボーナス、あ、今日パワーアップボーナスだ。で、建築、あ、家足りない、もしかして。マジか。なんかいろいろ増えてんな。ちょっと久しぶりで覚えてないけど、ちょっとね、内装も変えたんだよね、そういえば前回。ちょっとでも下にも入れたいんだよな、人を。じゃあ下に家建ててあげよう。よし、どうすかな。いい家にしなきゃいけんからな。これが端か。ここに建ててか。でこいつらにこの卵とか見てもらったりね。でこの下、後ろに何か物を置いていきたいから。そっか、これ4つずつぐらいにするのがちょうどいいのかもな。こういってやったら両方行くのか。ここにすか、1個。じゃよし、とりあえず4つ立てて、で、あと何増えてる。あ、タイルは、タイルはいいな。でかくすんのは畑もいいけど、建物、これは図書室。図書室建てとくか。じゃあ、あー、そういう感じか。まあ、じゃあここで、あとはすっげえ雑に置いてるけど大丈夫かな。まあいいでしょ。お祈り場。あ、そういう感じなんだ。上、お祈りとかいるかお前ら。まあ、させとくか。じゃあ、はい、上の方がね、だいぶ可愛がってはいる。上の方が可愛がっている。あ、島拡大準備中になってる。ってことは、もう行くか。拡大準備してくれてるんでしょ。今日は、ここら辺行ったんだもんね。うん。15、レベル15、25。ここ行くか、じゃあ。よし、行ってこい。移動しましょう。出航。さあ、うちの、いや、船もだいぶでかくなったな。島ぐらいのでかさあるからな。お金もちょっと欲しいな。今ちなみに何もかもはさっきのやつって強いかな。でも牛魔王が結構強かったりするからな。鎧塚とさっきのやつが強いのかちょっと見比べたいんだよな。星さん、牛魔王、鎧塚、こっち側か。ドワーフじゃなくて、あー、これか、狙撃手。まあでもこれは85、33、85か。でも212のヒットポイントはでかいかもね。ちょっと待ってよ、鎧塚は、あー強い。
でもレベル上げたらいいかもな。ちょっと待ってやってみるか。狙撃手欲しさんでパープ、新鮮な野菜を食え。どう？あーだけど微妙っちゃ微妙か。どうだ、やっぱりその銃がもうちょっといいのがあれば。あ、クリスタルボーいいんじゃ。え、待って、でも狙撃手なのにクリスタルボーでいいのかな。ね、狙撃手っていうぐらいだから狙撃した方がいいような気もしないでもないけど、相性もあるだし。でもこっちもあるなんだよな。いっとくか、こっちで。したら113。いや、あんまり思ったほど強くねえな。まあ、一応装備だけある程度させといて戦闘メンバーに入れてやるか。うん、 OK。 94、67、 OK。 でどこに入れる。ここ、取ったどうの代わりにすっか。よし、サブロ弱え。よし、ここ、はい、ここワルファラ。そっか、ワルファラいたのか。でもこれ強くはないもんな、盾だから。狙撃手カグラも強かったけどな。取ったぞ。戦闘力順、戦闘力順並んでワルファラ強いの？マジか。待って、もう一回見てみようか。仲間リストでワルファラ装備。うわ、強いかも。めちゃめちゃ強いかも。シールド以外の装備させたらいいかも。アックス系か。あ、銃もいいじゃん。ってことは、ちょっと待って、ちょっといろいろ変えていくわ。よし、ここでワルファラを入れました、ベストメンバーにね。ワルファラの方が強かったんで。よし、これでいこう。よし、これでじゃあ着くまでちょっと進めようかな。さあ、着きましたね。今ちょうどモンスターに襲われてますけど、まあ一瞬でやってくれるでしょう。 OK、 これでいっか。ちょっとワルファラもうちょっとレベル上げるかな。豆食え、豆を食え。うわ、500とかいってるよ。あ、でも牛マンも450あんだな。あ、それなりに強いんだな。第二部隊とか弱っ差がめっちゃある。あー、ごめん。でこのチームで測量開始。いけるよな、頼むぞ。しっかり、なんかリボンつけた可愛いやつ来たぞ。これじゃない、うちのエースたちじゃないけど大丈夫か、倒せるか。いけるね。さあ、エースたちが全然動かねえな。あ、やっと来た。エース来たら十分よ。もう圧倒的な差で勝ってくれるよ。いや、ワルファラ強いな。やっぱ星の数は正義だな、力だな。もう強い強い。どんどん洞窟探検も行けちゃうかもな。さすがにこいつらはちょっと弱いけど。なんかこいつら動かない。あー、敵待ちか。余裕でしょ。おわ、強い強いぞ。メタボックが頑張ってくれるな農民が戦闘中に。さあ、ボスいけるでしょう。ポヨンポポヨンポ。おっと、こんなところで船を見かけるなんて思わなかったよ。初めて見る大きな船に感動しています。いつか私もこんな船を手に入れたいですね。ん気が変わったので今ください。いつかじゃなくて今欲しくなっちゃったんだな。スピードアップとか強いな。あ、やっぱ後ろから銃撃ってくれるの強えな、ワルファラ。134とか叩いてるもんね。あ、これは強い。しかも攻撃が早いかも。たまんのめっちゃ早い。見ててよ。まいった、船諦めます。
ワルファラいいよ。かわいいよ、ワルファラ。測量完了しました。はいはい。アイテムだけだな。肉と肉、もう62しかない。まあ、なくても特に困ってないからな。問題ないだろ。さあ、エリアは？オッケー。新しい公開エリア、大発見。メダルゲット。新しい島がありそうですね。向かってみましょう。ここか。レベル15。よく出る。何があるのかわからない場所。準備をして出かけましょう。金曜日はパワーアップで経験値がアップ。あー、なるほどね。オッケーオッケー。いやだから今日金曜日、今日金曜日だね。今日金曜日なので、アイテム使い切ってってもいいかもな。どんどん。ワルファラとかレベル上げちゃうかな。可愛いから。ワルファラ可愛いから。漢字5連勝とかで。上げちゃおう。強い。パイナップルも、パイナップルもどうぞ食べてください。これレベル、マックスなんぼだろう。ワルファラ、これ、どうやって見んだ？ステータスみたいなの見れないのか？こういう全パラアップスキルを追加する。え？水平アタック、戦闘中ごく稀に前列の全員に攻撃。へえ、あ、そういうのもあんだ。強いね。まあでもこんなのは後でいいな。島が見えてきました。さあ攻め込むぞ。俺らは海賊だ。湖半島。なんと新しい島に到着しました。そう、ここね。はいはい。おっと、何やら冒険の匂いがしますね。新しいクエストに向かいましょう。行ってこい行ってこい。駆け出し、まずこっちから行くか。いけい。強いのか。いやだけどうちもそこそこ強いぞ。言ったってもうねえ、サクッといけるでしょ。てか第二陣が弱すぎんだよな。肉マジでなくなるぞ。でもここを解放したら肉ここでも取れるようになるはずだから問題ないよな。肉ないとこのクエストいけなかったりするのかな。ここになんか立てれるね。これなんだろうね。さあ敵、ミーノスチーム見ててよ。ほら、もう溜まるのがめっちゃ早い。ほら、こいつとか遅っ。やっぱ、スピード速いのは、なんか戦ってる。頑張れ、頑張れ。まあ、6人いたらなんとかなるでしょ、こっちも、さすがに。強くはないけど、集団行動でね、数の暴力で。あ、上級だった。あら、こんにちは。戦闘のリーダーは、ちゃんと星の数が多いやつ選んでいますかい？あ、やっぱ重要なんだ。連れて行ける部下の人数にかかるから、いい仲選びましょうね。じゃないと、この地に勝てないもんね。星が多いやつが先頭だと、4人5人連れて行けるのか、もしかして。でも、アブハラは10だから、後ろから後方にしたいんだよな。リーダー後ろにすることもできんのかな。ゲフ、戦略出られた？いや、パワーよ。パワーでやったのよ。筋肉みたいなこと言ってるけど、パワーよ。さあ、ゴール。クエスト達成。はい。あ、二人いるな。まあ無理でしょ。仲間にはできない。上級戦闘員と、この家の兵。オッケー。3か。船の速度プラス2。別にいらねえな。まあ、とりあえずまとめて船に入れとくか。こんなもの、お金で。はい。よし、続けていってこい。ガンガン行け。行ってこい。そうか、星4戦闘に。だけどさ、このさ、こっち側がリーダーだと思うんだけど、これ順番みたいの、こいつをリーダーにするとかってできないよね、多分。できんのかな？こいつを、できないよね。先頭にしたら絶対前の方に出ちゃうと思うんだよな。だから後ろの、いるのがリーダーっていうことにはできないような気がするんだけど。銃持ってたら勝手に後ろになってくれるのかな。さあ竜強いのか。いや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 、でも強いわうちが。ワルファラがいやマジ、いや待って、肉が全くない。
もう一気に。あ、卵ゲットしたぞ。さあ次のボスは上級戦隊、またか。むむむ、さっき姉が倒されたって聞いたけど、おわ姉妹、お前たちの仕業だな。多分そうだな。仕返しだ、倍返しだ。あ、待って、今メタボリックが頑張ったんじゃない。あ、強いね、全然痛くないわ。これはガンガンいける。やられた。さあゴール、ガンガンいけ、ガンガンいけ。ちょっと肉を回収しなきゃいけないからよ、ガンガンいってくれ。また卵か、星5だったらいいな。星5のやつ楽しみだな。上級はもういらんな、どうせ星3でしょ。星4がもう欲しい。俺は星4欲しいな。3いらない。でも金ね、はい。さらに奥深くクエスト情報、ボスか、ボスクエスト、もう行こう、行こう、行ってこい。余裕でいけんじゃねえか、どうだろう、行けそうな気がするけどこいつら全然帰らしてくれねえなと思ってるから。でも別に一回出たら体力全回復してるっぽいから大丈夫だと思うんだよな。スタミナもね、多分これそろそろ足りなくなってきたりすると思うから気をつけていかないとな。あ、ちょこちょこ強くはなってるか言っても、まあでも余裕だろ。だボス戦がな、どうなるかだな。いや、アブファラ前衛のやつ攻撃するやつつけてもいいかもな、さっきのね技みたいなやつ。いや敵が多いな、このペースで出てこられたら結構大変か。いけいけ、ダメージ当たる、やっぱスパイアサ必要かもな。攻撃当たんないとか痛いな。いや、まあ言っても強いなどんどん進める。あ、スタミナ全回復、助かる。肉がゼロ、肉がゼロ、お前ら飢え死にするのか、大丈夫か、頼むぞ。何日か食わなくても大丈夫でしょう。俺は食いたいけどね、俺はご飯食べたい、しっかり食べたい派だから食べるけど。さあ、もうボス、アスカ誰か助けるんだっけ、早打ちキング、すいません無口なもんで。勝負だ、なんか歯みたいなやつ、歯みたいなやついるね。よし、敵の攻撃かわしたぞ、いいぞいいぞ。後ろから撃ってくんだな、早打ちだから。まあでも余裕だね。さあここ解放だな、肉を回収しよう、俺らの領土としよう、俺らの旗を掲げよう。ここにごほ、一生の深く、結構喋るな無口の割には結構喋るな。で誰か助けるんだよな、うん。ありがとうございました、冒険好き少年。いくら冒険好きとはいえ帰ってこれないところに旅立つところでした。おい、重い重い重い、やめろやめろ。今回の旅路を日記にまとめて青役場出版してみたいと思います。いいな、俺も青役場出版したい。それでは街に帰りますのでまたお会いしましょう。さあこれで解放されたんじゃないか、島拡大も、戻った時の島拡大も気になるな。でも卵結構時間かかるから卵置いてってもいいような気がするけどな。マイベリー、肉、新鮮な野菜。早打ちキングどうだ、星4なら考えるぞ。さあクエストスコアっているのかな。3か、海賊船バトルで逮捕系3か、3、まあ1体もいいけどぐらいだな。まあそんな焦らないな。さっきありがとうございました、母親がお礼にこれを持ってけとのことだったので、どうぞ。狙撃の店、なるほどな、そういうのもいいかもな。来年は高校受験を控えており、冒険好きもこの辺りにしようと思います。塾に通って猛勉強して、いつの日か夢の出版、そして印税生活と行きたいもんです。印税生活とかいいな。それでは、印税生活いいな、俺も印税生活させてもらえんかな。本も書かないけど。水見アンと見事に会話しました。
なんと隠れてた協力の、ああはい、これまだレベル足りないでしょ。どうせいけるな。ほんのりと危険な雰囲気もありますので他の島も巡ってから。そうだな、まだ別に前回行ったら全然行けなかったからな。これさ、解放したからなんと新しい海域の情報を手に入れました。早速見てみましょう。どんどん広がっていくぞ。あ、でもなんかもう細長いな。最後かな、ここ最後かな。レベル75 レベル75だと25。こっち側はここまだか。はいはい、へえ。ちょ待って、とりあえずは、あ、いいね、みんな肉回収しに行ってるね。略奪だな、もうここまで行ったら略奪だな。いいぞ、略奪せ略奪せ。一回行ってみるか。中級スタミナ結構使うけど俺らの今の強さなら結構いけんじゃないか。いや、やめとこ。中級は中級で全部回ってやってみようか。125がマックスか。いや、モンスター牧場、いや、卵孵化したいけどさ、ここまでまた来るの大変なんだよな。だからやっぱ地元の火星で俺はやりたい。75か、行っちゃうか。だったらこっちか、まずは25。順番にね、順番にちゃんとやっていかないとね。ここまで行くか。あ、でもここどこまで行っても2なんだな。じゃあ行こう、出航。肉も補充したし、いけるでしょう。金も、あ、ちょっと待ってよ。そっか、あんまり行くと牢屋とかが足りなくなっちゃうのか。あー、なるほどなるほど。だけど現状はな、まだ2つあるし、倉庫もそれなりにあるよな。うん、問題はないと思う。倉庫も結構、卵が邪魔くせえけど、まあ大丈夫でしょう。いいぞいいぞ、頑張ってる頑張ってる。いろいろ休憩、そっか、あのさ、ショップみたいなやつってさ、建築の中で建てれんのかな。あ、違うんだね、環境。花、花とかってさ、別に通路必要じゃなくない？通路必要じゃないんだったら別にここ置いといてよくない？どう？なんか道がないって出たりするからさ、ここ何も置けないけど、花とかあったら別にいいんじゃないの？どう？いらんでしょ道。ほら出た、道がなくてもいっか。別にめでる必要は ないでしょ花を。でもね、この道がないって出続けられるのちょっとめんどくせえんだよな。気になっちゃう、こうやって出るの。いやー、やっぱ気になるな俺、こういうの嫌なんよな。 LINE とかでさ、あの通知来てて見てない人とかいるじゃない、100とか言ってんのに。俺ああいうのなんかちょっと気になっちゃうよな。よし、ここぐらいですか。ああいう人ってすごいよね、よくよく見ずに行けるよなって思っちゃうんだよな。よし、ここで花あれば結構評価も上がるから部屋のランクも上がるんじゃない。この部屋すごいな、ワルファラの。これってやっぱワルファラが金があるからこうなってんのかな。部屋がいいのかな、こいつだけ星4だからなのかな。他の部屋そんなに差はないよね。あ、この部屋若干いいか、鎧塚の部屋。だってこことここでそんなに差があるとは思えないんだよな。あ、ここがあるから、食があるからかな。あ、着いた。じゃあ行ってきていい。さあお前ら先頭だぞ、走れ走れ、準備をせ。水あげてる場合じゃねえぞお前、水あげてる場合じゃねえぞ、風呂入ってる場合じゃねえぞ風呂入ってる場合じゃねえよ。マイペースだな、行かないやつらマイペースだな。ちょっとじゃあ見てみるか、
看板頑張ってる？どうだ？いけそうか？余裕そうか？だいぶレベルは高くなっちゃってるけど、ここら辺のやられてる。やばいか。え、チーム3チーム来てないな。ダウン。え、もしかしてもう1チームすでにやられてる？まずいか。だいぶ強いか。あ、いたいたいた。でもやられそう。いや、強いかも。いけないか。新鮮な野菜とか取ってるけど。嘘。やっぱレベル25って一気にちょっと強くはなってるよな、確かに。でも俺らも強いはず。回復とかしてる。いいな。回復とかいいな。うちも回復とかしてほしい。あとさらにボスもいるもん。こいつら倒した後にボスも。やられてって怪我治ったらまた来るのかな。見てみよう。あ、やられてるやられてる。でこいつらが怪我治ったらまた上に戦闘参加してくれるんだったら助かるな。来いよ。命をかけて船を守れよ。さあボスバトル。うわ、多い数。鉄壁の守護者、かっこいいな。ほほう、ついに我々の暴れに敵国がやってきたか。私の顔に面してお引き取り願いますかな。その息をな。なんだお前。さあどうだ。うわ強い。大丈夫か。ボッコボコだぞ。まずいか。いやこれは強いぞ。ワルファラ頼む。ワルファラいけー。ワルファラ、いやこれは際どい戦いか。回復されんのずるいな。いやちょっと待って待って待って、さすがに。でもワルファラ一人で半分近くパワーなんだな、 HP がね。当たんねー。これは行かれたかもな。でもこれもう一回やったらなんとかなりそうだな。ならんかな。でもこうミスしてるから、ミスがちゃんと当たってくれたら全然状況違うような気がする。当たったらじゃあ175とか食らうわけだから。いや粘るな。強い強い強い。今回は仕方ない。今回はしゃあない。撤退しよう撤退しよう。ただもう一回行こう。いや、これを使わないで、高まるか諦め、またどっかで力を高めていけば勝てると思います。ここでじゃあもう一回レベル上げて、すぐ行くか、もう一回戦闘メンバーで。まあ、こいつも上げるか。じゃあ新鮮な野菜とかいっぱいあるから、小野の妹子。で、次はこいつが、牛魔王が朝取りお豆を使うと。2レベルずつ上がるのも結構違うと思うんだよな。高級トマト。ん ?29。ああ、そうだね。まだ大丈夫だね。マックスになってないって。ミックスジュースも飲んじゃおう。いいぞ。これで結構いけるんじゃないか。肉も食っちゃうか。お飲み向こう。30マックスかな。どこで見るんだろう。30、あ、でもまだ行きそうだね、経験値。よし、ちょとりあえず怪我直してくれ。怪我を直したら行くぞ。そろそろでも島拡大も終わりそうな気もするよな。戻ってもいいか。ここやったら戻ってもいいかもな。怪我治った？治りました。みんなそういうの見れないのかな。仲間リストバトル中？バトル中？ああ、敵が出てきたってこと？いや、もう、もう、もう、行こう、行こう、行こう、ここ。出航。さあ、到着して。もう一回行けるかな？メタボリック、メタボリックだっけ？メタボック？頑張ってくれるな。お前らがちょっと弱いんだよな、他のチームが。もうちょい頑張ってほしいよな。でもかといって
そんなにもう期待値あるかって言われたらないんよな。でもボニーとかもうちょっと開けてもいいか。甘いベリーで。本願肉負けちゃう。いや、いっか。でも星さんだったら悪くないような気がするんだよな。サーモン弱えけど。いや、てか弱えな。弱えな、こいつら。一旦装備を見直そうかな。いやー、やられてっけど、どうだ、母船の前にちょっとこいつらの頑張りを見てもらいたいなと思ったんだけど、いや、でもそこそこ頑張ってる。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。こっちもね、まだ生きて、あ、いいじゃん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 。まあ、結局、ボス戦行くのはもうこいつら、軸のメンバーしか行かねえけどな。二組目が出たところで絶対勝てないしな。でもいいぞいいぞいいぞ。こいつらのやっぱ体力をどんだけ残せるかが重要だから。一人だ お前、カグラか。あ、モチカか。チュンリー。さあ、どうだ。これでいけるかどうかだな、ボス。チュンリーも一人。4人でいけばいいのにな。さあさあさあ、来た。体力の残り方は同じぐらいか、さっきと。でもここで、いや、ちょっと頼むぞ。やられんのよ。粘れよ。やられた。まずいか。強いな、こいつら。強いぞ。ああ、いけないかも。マジか。レーベルも上げてきたんだけどな。一回変えるか？まあ、この後にチュンリー一応いるんだけどさ。やっぱ第二舞台もそこそこ強くしなきゃダメかな。となるとやっぱり、スゴロクかなって。モンスター引きずる。あ、一旦ちょっと試しで、回復して再挑戦しちゃうか。これしたらいけるもんな。さすがに回復してたらいけると思うから。いっちゃういっちゃう。無駄なやつらも出てきてるけど。使っちゃっていいでしょう。あ、しかもこっからなら絶対余裕で勝てるわ。本当に。余裕だね。今ランクアップ？もうちょっとタイミングが。これ今どの状態で経験値もらってランクアップしてんだろうな。基準が分かんないよね。5分。この違いられるとは。まあ強かったよ。俺ら1回やられてるし。さあ、お前強いのか？星4ぐらいだったら考えるぞ。さあ、危険な道化。鉄壁の守護者。鉄壁の守護者気になるんだよな。あ、いいね。レベル上がった。オッケー。メタボックもレベル上がってってる。かわいい。さあ、4だ。オーラ氏と同じ隊の前列に配分。12580と10。いける、いけるぞ、いけるぞ。仲間にしようか。危険な道具。ダメージ時スタンを返す。はあ、それもなかなか悪くないけどね。いや、守護者引き込め。よろしく、バーソロー金太郎。ちょっとお前、ここに入って、外して。もうどうすっかな。妹子、ワルファラが強いんだよな。金太郎よ、あ、やっぱ増える。そしたらここに妹子入れて、牛魔を入れて、ワルファラ入れれる。なるほどなるほど、そういうことか。全然違うかもな、それは。とりあえずじゃあこいつをガンガンレベル上げてみます。よし、バーソロ金太郎。レベル32まで上げましたね。いや、星4ってことは星5で、
5人連れてけるってことか。いいね。どうする、町から行くか。新しい島がありますね。さらに不穏な船の姿見えました。船戦いに行くか。カモメ32レベル25 25。どうしようか。肉ねえじゃん。もう一旦帰るか。一旦拠点帰るか。まあ、肉取りに行ってもいいんだけど、新しいとこ行っても拠点探してもいいけど、まあ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 、焦らずともだな。一旦拠点帰ります。さあ島が見えてきました。でかくなってんのかな島。どうだ、来た来た、火星の拠点の拡大、本拠地の規模が大きくなりました。おお、やっと帰ってきたか。最近運動不足だったので、私も工事に参加して無事に島が拡大できたぞ。王様、働くんですね。おかげで二の腕が引き締まり、先日アームレスリング大会で優勝できましたよ。それは忖度よ、それは忖度だよ。王様、王様出たらみんな勝てないって。もちろん賄賂なしでな。これも君たちのおかげだな。引き続き尽力してくれたまえ。賄賂とかじゃなくて忖度よ、それは。よし、じゃあ生産してお金もらおう。勢力が23人増えた、いいよ。3000人、おっほん。ご褒美条件達成しました。あー新しい、おー、いいぞいいぞ。何くれますか。造船許可書、さらにでかくなる。はい、この度はご連絡いただきましてありがとうございます。では早速新しい船を用意しようと思いますので、船が提案しているタイミングでがっつりと交換させていきます。うふふ。解析図面、解析書図面。あー、はいはい。3階建てとかなるのかな。おや、船員の皆さん準備が整ったようですね。では早速私の新速の造船技術を発揮しようと思います。少々お待ちください。接着剤はどこだったかな。乗りていいかな。さあできました。見事に船が大きくなって、なんと戦闘メンバー1組多く組めるようになりましたよ。お仲間を増やしてより良い旅を、船旅をしてくださいね。それではまたどっかでお会いしましょう。わ、でかい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 ぞ。いいねいいね。ちょっと肉一旦回収させるか。なんと王様からミッションが届いたようです。こんにちは。新しいご褒美の条件、ああはいはい、オッケー。15、船団ランク20、クエスト40。めっちゃ出るな、めっちゃ出るな。職業2以上極める、これ己もこもう少しいけるんじゃない。8000、1万5000って結構もういけんじゃないねえ。さあ肉集めも終わりましたね。っていうかさ、俺さ思ったんだけど、モンスター世話するでこの空きに置くことできるんじゃない、もしかして。あ、できるわ、できるんじゃん。1回でじゃあやれたじゃん。そうか、あー大したも置けない、売っちゃったな。だいぶ包丁とかさいらないから、ダガーとか、ダガーいらないかな。ってよ、ベリーとか使っちゃう？正直ね、結構もうないのよな。なんかこの辺いっとくか。お土産の杖、はい。あ、めっちゃ上がる、めっちゃ上がる。ちょ待ちょ待ちょ待ちょ、見習いの意味、うん、こんぐらいにしよう。これ多分あ星1だからあんま期待できないから、これはもういいよ。これは普通でいい。これは短いね、17分だけできるんだ。わあ、だったら見れたな。まあ、お肉1個入れてみようかな。新種かも。まあ、それは新種でしょ、さすがにね。あとはなんか布のバンダナいっぱいあるや。入れちゃおう。深返し。ああ、同じぐらいだね。他卵あったっけ？あ、ないね。よし、じゃあちょっと2階、てか部屋見てみるか。上階。広くなって、あ、めちゃめちゃ広くなってるじゃん。マジか。へえ。こんなに広くなるの。またじゃあ作り直しが必要だな。下は？いいね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 。まあ空き部屋も1個あるけど、ちょっと王様とか行ってみるか。もらえそうな気がする。あ、待って待って、王様の城がでかくなってない？ここにも1個置ける。何建築するかな。酒場とかいい？ん？アイテム屋か。別に需要がない。
狙撃の店ちょっと気になるんだよな。狙撃の店置いてみるかな。うん、狙撃の店置こうか。あ、派遣できる。あ、1分できるじゃん。行ってこい行ってこい、派遣およそ1分。私クマックスが一生懸命建築します。今しばらくリラックスしてお待ちください。1分でできるのいいね。そして王の間でなんかもらえるよな。うん、2日連続でゲーム起動 B。 これがよくわからんけど、知識書8000ゴールド。闘技場図面、闘技場手に入れました。魔物の笛、火星で一番いい活躍ぶりじゃの。ああ、はい、待って、今火星の、じゃあ闘技場って何、ここに置けたのかな、中に置けんのか。メニューの建築設備建物、あ、中に置ける闘技場、置いてみるか。勇敢、あー、なるほどね。どうすっかな。こんなの中にいるか。ちょっと待って、とりあえずはいっか。中に置けるってこと分かったから、またちょっとな、次回。さあ、狙撃の店でなんかいいの売ってないか。鉄砲、鉄砲強いのかな。180、いや14だったら強くねえよな。だったらスゴロクしてた方がいいな絶対。まあでも1個買ってみっか。 OK。 あとは俺大したもん置いてねえんだな。初めての店なんだなこれが。武器屋とか置けばよかったかな。鍛冶屋は、武器合成できるんだ。ロングソードとカトラスしたら、次に材料に使うもの、細い剣で合成したらどうなる。あ、うまくいきました引き続き。なるほどね、そういう感じでレベルが上がるんだ。相性罰とかだけど、相性なし。ウッドアックス、じゃあ行ってみて。あ、待って、はい、これで強くなってんのかな。仲間の戦闘メンバー装備、よく切れるロングソード。あ、ってことはロングソードこれ全部持ってる人全部強くなるってことで合ってんのかな。待って、誰かロングソード装備してねえか。ロングソードレベル3。ちょっと元が分からんけど、元の能力、あ、27、元が何ぼだったんだろう。ちょ、もう一回見たい、もう一回見して。合成始める、よく切れる、あ、45と13ね。待ってよ、もう一回これで45と13。なんかこれ×か。ヘアバンド×か。腰×か。9もあんのかよ、これいらんな。なんかいいのねえの、木の棒。相性×ばっかりなんだけど。相性×入れてみっか、とりあえず。失敗するのか。あ、今50になったね。5ぐらい上がってるじゃん。あ、そこそこ強くなるかも、じゃあ。誰が何装備してるか覚えてねえけど、あ、これは装備してる、これあげて、これなんかいっぱいあるやつ、鉄の爪とか。1個しか入れれねえのか。今強くなった、ちょ、見たかったな。24ね、24。もう一回鉄の爪で24。2か。さっきのやつ5上がったのにな。合成屋自体の経験値もある。これやったら合成屋自体も経験値も上がるのかな、やったことによって、みたいな。クリスタル棒を、春巻き、あ、春巻き、腰巻き使ってみて。37、39。もう一回、一個ずつしかできないのだりーな。ちょっと待って、他なんかないか。
他はなんかよく切れる。よく切れるやっぱ良かったかな。アイアンアクス言っとくか。で、31が35。あ、悪くない悪くない。で、これでどう？増えてるけど、なかなか上がらないな。でも、レベルマックスまで3分の1だから、ちょっとやってみるか。今、400、ちょっと待って待って待って、もう一回、もう一回見せて。441、441。441で、441。441ね。2回ぐらいやって、こっち、これでいいか。やっぱ5上がるな。で、これで441より上がってれば、上がってない、上がってない、勢力上がってない。なんでどうやって上がるんか分からんけど、よーし、肉もあるし、どうしよっかな。強度これぐらいにするか。今日はこっちが、あ、こっち側行ったのね。で、次回はね、こっち側も船も行きたいね。レベルも上げときたいなね。いや、でも楽しいねこれ。で、次回はね、ここのこいつも孵化してるはずなので、しっかりね育てていきたいと思います。よし。ということで、今日の動画はこれぐらいにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。